私がウテナと出会ったのはオーディション会場でした。ウテナのお話は少女漫画のお話、普通の少女漫画のお話で、ウテナもいわゆる普通の髪の毛の長い可愛い女の子なんだろうと思って、その自分の思ったまんまに演じてしまったら、実はこれ そのウテナは自分を僕と呼んでるし、宝塚のような感じの少年っぽいとてもボーイッシュな女の子だっていうのを終わった後に聞かされて、もうダメ、これは絶対落ちちゃった、私は違う風にやっちゃったわと思ってたら、じゃあ川上さん、あのウテナ役に決まったのでよろしくっていう風に言われて、嘘、いいのかな、本当に私でいいのかなと思って、でもまあとりあえず決まったから頑張らなくちゃと思って、でどうやって役作りをしようかなって思った時に、生原監督とお会いして、ウテナはどうでしょうって言って、できればそのオーディションの時のが私は一人だけどうも違うことをやったと思うので、それを聞かせていただけませんかって言って、あ、じゃあいいよって言ってピーパパさんに行った時に見せて、あ、じゃない、聞かせていただいて、いや本当に私一人だけ全然もうこの人はお人よしなのねっていうウテナになってしまっていて、でもきっとそれが良かったのかなと思って、他の皆さんがやられてたすごいかっこいいウテナ、もう少年もみんなに憧れられちゃうようなすごいかっこいいウテナのも実は聞いて、じゃあこれはお人よしの部分とかっこいい部分とうまい具合にこうミックスできたら私なりのウテナになるんじゃないかなと思って、今までなんとかこう頑張っていろいろ頭を悩ませて考えてウテナを演じてきたんですが、ウテナも物語の中ですごい運命っていうものに流されていて、でもそれにウテナは負けないように一生懸命立ち向かって言ってるのがすごく私は素敵だなって思います。この先ウテナの話がどんなになっていっちゃうのか、またウテナやアンシーやその他の登場人物の人たちがどんな風になっていくのか、みんなそれぞれ役の人たち人物はそのウテナのストーリーを通してみんな一人一人がすごく成長していっているので、そういうところも見てもらって、皆さんの元気につながってくれるといいなって思ってます。